ワットルローは、フランス、オードフランス地域圏、ノール圏の都市。ワットルローは、ベルギー国境と接しており、ムスクローン及びラノワより 5km、リールより 14km、ムナンより 15km、コルトレークより 17km、トゥルネーより 19km の距離にある。ルーベウンガが、コミューン南部を横切る。ワットルローの名が初めて歴史に現れるのは11世紀である。 最初の領主は、アロアンという富と権力を持つ人物で、彼によって、ワットルロー領は分割されて、ヘントの聖ボン修道院に液進された。フランス革命までは、ヘント司教座が領主であった。ビジネスにおいてワットルローは、大きな利点を持つ。交通インフラ、ビジネスパークの存在である。ワットルローは、トゥールコアン、ルーベと共に、73ヘクタールの面積を持つゾーヌード、 リュニオンの一部をなす。リール東部に広がる、この一帯は、炭鉱や繊維、金属加工に従事する労働者が集中して暮らした、人口密度の高い古い工業地帯である。1990年代の不況後には一面、ブラウンフィールドとなってしまった。現在は、都市刷新計画に沿って、環境地区を目標とし、住宅地とビジネスエリア、 広大な都市公園の建設が進められている。ありがとうございます。